強引に誘ったので君が本当に来てくれるのか心配だったんだが、順調のようで安心したぞ。順調じゃないよ、奥田をちょっと殴り飛ばしといてくれんかな。あ、人。やっぱこの辺里が近い。ちょ、あの何あれ、あ、ゴロン族やん。こんなところに。わしはボルドン、ゴロンシティの観光大使。この辺りを盛んに東と西じゃ暑さが違う。森の馬宿までならゴロン族には涼しい頃。森の馬宿、また馬宿があるんか。なんか、あ、消えたし。あれ、ゾーラの里。ゴロンの里も近いのこの辺。なんかよくわからんけど。とりあえず、初ゴロン族見たよ、初ゴロン族。やったね。いいね、面白いね。もうなんかすげえ普通に歩き出したけど。お、キツネ。あれはちょっと逃げられたね。まあ、新たな里、いろいろと近いということだろう。あ、そこに頑張りガニ。もう雨上がったよ。この辺トンボめっちゃおるな。ポカポカヤンマやっけ？ん？ゾーラじゃね、あれ。なんか普通にゾーラじゃね。お、お主。はいはい。ここもうゾーラの里？ここである。見えてるよ。見えてるから早く話せ。何？お初にお目にかかる。忍者？私はゾーラ族のタッカと申す者。お主、ハイリア人ではないか？ハイリア人だろう。ですよ。いや、間違いなくハイリア人である。何みんなハイリア人見た途端にテンション上がりすぎだから。実は今、ゾーラ族の王子、シド様が訳あってハイリア人を探しておられる。今は何も聞かず、シド王子のおわすダルブルガシに会いに行ってもらえるんだろうか。さっき頼まれてこっちに来たところだよ。無理にとは言わん。いや、無理にでも言ってほしいな。決めた。無理にでも言ってくれ。勝手に決めるな、それは。シド王子のおられるダルブル橋は向こう。ここから東のゾーラ川の上流、あの塔の近くである。了解です。あ、あれ、イノシシか？ハイリア人、頼んだぞ。名前を聞けよ、名前を。そんな種族の名前で呼ぶんじゃねえよ。なんかあれやね、ここには名もないの。あ、リザルフォスとかおるだけか。いやね。あれやね。シド王子愛されとるね。なんか至るところでさ、いろんなゾーラ族の人に頼まれるやん。あ、イノシシじゃなかった。人間やった。あぶね、攻撃。あ、いや、イノシシだ。よし。そーっとそーっと。あ、来るか来るか。は、は、は。一発か。イエーイ。ち、剥いただけで去っていきやがった。ゾーラの里。ゾーラの里、アッカレ地方。あ、そっか、アッカレ地方もこっちか。いやー、やっとたどり着くよ。あ、人じゃなかった、ゴロン族のやつや。さっき言った観光大使やね。ま、あれは人じゃない？こっちこっち。いや、こんなとこでハイリア人とは珍しいな。あなたこそ。うちは行商人やからな。どこにでも出てきよるで。あ、自己紹介しとこか。うちは双葉。以後よろしゅ。そんなことよりあんた、さっきそこのゾーラと話しとったやろ。うん、話したっていうか話しかけられた。あのゾーラ、ゾーラの里方面に行って、指導士になってくれ、とか言うてたやろ。言っとった言っとった。うちその指導士とやらにあったんやけど、あれはあかんやつや。あ、あったんやね。うちのこと見て、ずっと見ていたぞ、とか、君の名は？とか聞いてきよるね。君の名は。だからここまで逃げてきてんけど。まあ、あんたも怖いもの見たさの指導士見てきてみ。男やったらナンパーされんと思うけど。まあそうだろうな。デスマウンテン登山口。ゾーラの里、あ、アッカレ地方はあっちなんやね。多分そのデスマウンテン登山口の方に行ったら、ゴロン族の里があるんじゃないかなと、なんとなく思うんやけど。まあさっきからさ、鹿走りすぎやけん。あ、リザルフォス。こいつ強いやつやない。武器を取るな、武器を。燃えろ燃えろ。くそ。燃えはせんか、鍋が置かれとったわ、くそ。よろしくないことを言うけど。よし。さ、そこの投擲槍をいただきますよ。そして君の素材たち。あ、やべえ。あ、びっくりした。何、なんか燃えてない？
あ、すげえ、そういうことができるんや。へえ。ごめん、火事になるかな、大丈夫。矢に火をつけることができるんやね。へえ、初めて知った。じゃあちょっととりあえずここでいろいろと。ね、何がいいかな、まあ、とりあえずいろいろ煮込もうか。チュチュゼリー。モリブリンの肝。あ、これはひんやりメロンと蜂蜜で。また変わったやつになったりせんかな。蜂蜜。料理。蜂蜜果実、まあ一緒か。バナナ以外は一緒ってことかな。んー、じゃあ、あれどこ行った？ゴーゴーハスの実。移動速度が上がるんか。あ、お米お米。ハイラル米。リゾットやおにぎり。じゃあこの、お米と、ミルク。フレッシュミルク。あとまだなんかいるかな？チーズとかあればいいんやろうけど。とりあえずこの二つでやってみよっか。なんかできるかな？実際お米と牛乳だけで何もできんと思うけどね。ホットミルク？お米を入れたのに？フレッシュミルクをじっくりで温めた飲み物。寝る前に飲むとリラックスできる。なんかお米はちょっと消滅したっぽいわ。あ、そうそう。卵料理もしたいよね。鶏の卵。とりあえずこれ一個だけでやったら、普通になんか、あ、違う。チュチュゼリー持っちゃったわ。チュチュゼリー持っちゃったわ。これ置けないの？やめる。また1からにしかできんのか。じゃあこれで、はい。ゆで卵か、何かなる？ゆでてはないか。卵焼き。新鮮な卵をふっくらと焼き上げた。朝食にぴったりな定番卵料理。これさ、なんか、レシピみたいなのあればいいのにね。それがあってさ、なんか今度からそれを選んだらもう自動的にこれが作れますよ、みたいな。あってくれたらめっちゃ良くない？剣鯉、鎧鯉。ハイラル米と、多分ハイラル米とフレッシュミルクと他に何かいるんやと思うよね。お肉とかも入れてみよっかな、獣肉。これでどう？じゃあ多分リゾットとかやったら現実で考えたらチーズとかいるよね。お、肉おにぎり。甘辛く味をつけた肉がたっぷり詰まったおにぎり。ボリューム満点でお腹にしっかりたまる。まあ、こんな感じで。ちょっとずつちょっとずつ、あれやんね。あれ、馬じゃない？ちょっとずつレシピが溜まっていく感じの。まあ、作り方忘れようやけどね。ビリビリ茸。ゲルド地方でよく見かけられるキノコ。傘の部分に絶縁成分が豊富に含まれている。料理に使うと電撃に耐性を得られる。この辺またあれじゃない？雷とかいっぱい落ちてくるんじゃない？ねえ、さっきの湿地帯みたいな感じで。嫌やね。リザルフォスも多いし。ちょ、待ってね。はいはい。ちょっと鹿。鹿巻き込まれてるよ。こいつの武器よくね？騎士の両手剣。めっちゃ強い。ハイラル城を守っていた騎士の中でも特に力に自信がある者が携えていた大剣。刃の切れ味も洗練されている。ちょ、待って。その武器を取らないで。その武器を取らないで。投擲ありいらんかな。あーでもな、この畑の句は結構さ、攻撃力うんぬんじゃなくって、結構なんていうの、遅いんよね。攻撃が。超いいやん。上獣肉になったわ、さっきの鹿さん。じゃあこれで、まあ、投擲ありを使っていこうか。どこ？塔、あ、塔この上か。通り過ぎていくとこやったわ。あれ？橋それじゃね？まあ、とりあえず先にまあ、ね。先にまあ、あれだよ。塔、登っといて。あー、ちょっとお願い。たどり着いて。よいしょ。塔に登っておいて。あ、雨降りよる。マジかよ。とりあえずここで一旦止まっとく？え、でもしばらくずっと雨よ、ここ。え、やばくね？え、やばくね？なんかしばらく雨のマークしか見えんねやけど、あれ。なんかさ、まだ出てきてない。うっすらした部分もあれ雨なんやけど。やめよ、そういうの。どうしよう、とりあえずあれかな。アイスメーカーとか使おうかな。
ちょっと厳しいね。ちょ待って、もう一回ちょっと向こう側に戻らせて。よし、オッケー。ふう、これ早く雨が上がれよ。だって雨上がらんかったらさ、いけんくね。あ、あっこの上誰かおるね、あれ。ほら、あれかな、シド王子。違う？あ、これも、あれなんや。コントローラーの、なんて言うん？ジャイロ機能って言うん？それで動かせるんや。へえ、初めて知った。初めて知った。え、これさ、え、だってあの崖登らんかったら多分いけんやろ？え、いけんよね。塔に登らせてくれんかな。先にあれかな、こっち行った方がいいってことかな、もう。お前ら、あ、リザルフォスの骨。リザルフォスの骨たち。ちょ待って、そこのやつとりあえず頭。頭。ね、その防具も私にくれん？頭を拾うな。頭を拾うなっつーの。これよくない？強化リザルシールド。異なる種類の金属を組み合わせることで強度を上げたリザルシールド。縁がトゲトゲしているので扱いには注意。縦ポーチいっぱいやけん、ちょっと。とりあえず縦を、間違えた。とりあえず縦を、旅人の盾とかいらんね。これを捨てる。そして強化リザルシールド、はい。はい、そこの頭。走ってきたな、お前今。リザルフォスの爪。この辺ちょっとゲットして。強化リザルブーメランもいるかな？まあ、畑の桑はちょっと捨てとこうか。で、強化リザルブーメランを。よし。取っておこう。これで OK やろ、もう。んで、この辺のね。はい、OK。あとはちょっとそこの。ほら、ずっと雨やん。よいしょ。はい。まあ、この辺をクリアした後で、行こうかな。塔の上に。おーい、そこの君。はいはい。ここ、ここだ。見えてるよ。さっき私望遠鏡でも見てよ、あなたのこと。うわ。うわ、なんか今までの人、うわ、でかっ。これが王子、やっぱり。シド、なんかちょっと違うなって思ったよね、見た目が。君はハイリア人だろ。そうです、そうです。来て話を聞いてくれないか。動きがでかいな、なんだ？ミュージカルじゃないんやけんさ。やっぱりハイリア人なんだな。おっと、失礼。思ったよりでかくなかった。俺はシド、ゾーラ族のプリンスだ。君の名は？名を聞かせてくれ。リンクですけど。リンク？リンクか。良い名だぞ。なんであの伝説を知ってるわけじゃないんか、別に。どこかで聞いたことがある気もするが。そうそうそうよ。とにかく良い名だぞ。実は少し前からずっと君を見ていたのだ。その身のこなし、全身から漂う棚物でないオーラ。リンク、君はハイリアン強い選手なんだろう？そうなのか。それほどでも。いや、謙遜するな。俺にはわかる。これでもゾーラ族の王子、人を見る目には自信があるのだぞ。いいぞ、最高だぞ。俺はずっと探していたのだ、リンクのような強きオーラを放つ男を。でもさっきは多分同じことをあの女性にも言ったんじゃないかな。今ゾーラの里は水の真珠バルッタによる大雨で存続の危機に見舞われている。え、でも大雨ならさ、ゾーラ族にとってはいいんじゃないの？よくないの？助けてくれ、君の力が必要なんだ。どうかゾーラの里まで来てくれまいか。いいよいいよ、別にそれは。おお、本当か。ありがとうリンク、君はやはり俺の思った通りの男だぞ。これでゾーラの里は救われた。早速里に向かってくれ。大雨が降っているせいで崖は濡れて登れないが、ここをまっすぐ道に沿って進めば里に着くぞ。じゃあやっぱりこれをクリアするまでは塔にもたどり着けんわけや。川を遡ることができないハイリア人の君には里までは厳しい道のりになるだろう。この先にいる電気を使う者にも苦戦するかもしれないが。マジか、頑張ってくれ。そのキランってのいらん。ああそうだ、渡すものがあるんだったぞ。これは俺からのささやかな応援の気持ちだ。エレキ薬。電気のしびれに強くなる帯電効果レベル2。絶縁効果なる成分を調合した薬。電撃を使う敵との戦いに活躍する。
電気への抵抗力を上げる薬だと。ハイリア人用の薬だからか、俺たちには効き目が薄かったが、君には効果があると思うぞ。俺は君に行く先に異変がないか先に行って確認する。では頼んだぞ。先に行って確認するんならさ、先に行って強そうな魔物を倒しといてくれてもいいんだけどな。あー去ってったわ。まあ、とりあえずゾーラの里のたどり着け、メインチャレンジ。ここがダルブル橋ね。電気を操る魔物っていうのはあのなんやっけ、リザルフォスのことかな。なんか今オクタが見えたような気がしたけど、気づかないでね。こっちにダッシュ、なんかこっちにダッシュで向かってきそうな気がする。道に沿ってって言われても、これか道。もうまず道がわかんねえわ、見えにくいわ。何よ、ちょあの奥田いすぎじゃね。あのちょ奥田いすぎじゃね。こんなとこまで届くんかい。はいはい。何下で戦うの君、武器なし、マジかよ。あのちょっとボッコボコにするのやめてもらっていい。うわちょっと私のことボッコボコにするのやめてもらっていいね。これなんなん、これ普通の何、街灯、普通に街灯。ちょどこまで狙ってくるのよ君。旅人の読み、いや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 狙ってきすぎでしょ、いや狙ってきすぎでしょ。ちょ待ってね、リモコン爆弾、うぜえあいつマジ。あ転がり落ちてった、めっちゃ転がり落ちてった。あでもその辺で、えやっつけれてないの今の、やっつけれとけよ。あ別の方向もしや、あいつかってことは多分あっちのやつはやっつけたんやな。あくそ別の方向転がってったわ。何隠れたしあいつん、ここ道じゃなくね、道なのこれ。もう、あ、こっちか。あ、道こっち？こっちだな。よし、向かいます。もう、道がどっちなのかもわからねえわ。なんか、この辺の吹き飛ばせんのかな。あ、一応看板とかちゃんと立っとんやね。この先、ゾーラの里。あ、ゴーゴーとかで。あ、くそ、びっくりした。何どこから現れた今。今、君、どこから現れたの？びっくりさせないでよ。ふう、あもしかしてあっちからジャンプしてきたんかな、あっちのおらんなっとるね。そういうことがあるの。あっこにも祠あるやん。へえ。まあ崖の上にあったけん、やっぱり雨が止んだ後なんだろうな。あれも撃ってくんなし。あくそ、あ待って、飛び込んだ危ねえ。ふう、危険。だからさだからさ、撃ってくんなって。ちょ、とりあえず、どこだ？この辺のやつ食べとこっか。卵焼き。あ、道はこっちの方向？道が分かりにくいのがあれよね。おい、こら。おい、こら。ホットミルク違う、串焼き肉。ちょ、お前らやっつけたか。とりあえず一匹はやっつけたっぽいな。奥田超いる。あこっち道じゃない、あっちに渡るのか。またそう、めんどくせえな、道がややこしい、道がややこしい上にオクタがめんどくせえ。いろいろと遠くまで届くっていうのがね嫌やね。これなんかできるよね。はあ、なんもできんのかい。あれかな、攻撃を防ぐために使えばよかったんかな。お、なんだ、あ、おった、どこ。あ川の中からで、すまない。そんな激しい流れの中よく止まっとれるね。強引に誘ったので君が本当に来てくれるのか心配だったんだが、順調ねようで安心したぞ。順調じゃないよ、奥田をちょっと殴り飛ばしといてくれんかな。最近の異変以来ここにも物が増えている、注意して進んでくれよ。ゾーラ族のみんなが君を待ってるぞ。
すげえ期待されてる。よし、頑張って進んでいこうじゃないの。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。